嘘をつかなくてもいい環境を選んでますかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターおかちです親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います今日のテーマは毎日穏やかに暮らしたい自分の生き方を整えるシンプルな習慣ですということで穏やかに暮らしたいよね 不安なんかいらんし心配なんかいらんし恐れなんかいらんし焦りたくもないし穏やかに自然体で楽に毎日過ごしたいですよね。過ごしたいい、ですよね。はい、ということでね、普段はね、子育てのノウハウであったりメソッドを紹介しているんですけどもやっぱりね、つまるところ親の生き方がやっぱり子供に一番影響するんですね。 うん、もちろん声掛けも大事ですよ。どんな言葉をかけるのかすごく大事です。そしてどういうような行動をするのか、関わり方をする大事です。それ以上にね、どういう生き方をするのか、これね、やっぱ一番影響が強いんですよね。生き方っていうのは、例えばパートナーとどのようなコミュニケーションをしているのかとか、挨拶はしているのかしてないのかとか、えー、じゃあママが苦手なことがあった時に、ママはどういうふうに考えて、どういうふうに感じて、どういう行動しているのかとかね。 でこれからの人生どうやって生きていこうと思っているのかとか、どういうスタンスで働いているのかとか、まあ、そういうことですよ。そういう生き方を見ているんですよ。ね、なので、えー、子供にね、あんなことを教えたい、こんなことを教えたいっていっぱいあると思うんですよ。言って聞かせよって、これも大事ですよ。しつけとして、これをやったらダメって、これをやった方がいいよって。ね、提案するのもいいし、しつけをするのもいい,い,いんですよ。ただね、一番子供が見ているのは、親の生き方なんですよ。親の生き方。 で,でねやっぱあのー、親が毎日自然体でね、えー、楽しく生きている、まあ、これ以上に大事なことはないって僕はずっと話をしていて、まあ、言い換えればなんだろうな心から笑えるような毎日を過ごすということ心から笑えるっていうのがすごい大事なんですよ。 あのー、もちろんね笑えないことは起こるよなんか虫歯になったとかねこけ、えー、てしまったとか大切なあのマグカップ割っちゃったとかね <laughs> そういうのはあるわけでしょ、まあ、あるそのその今のおかちの話ですけどあるわけじゃないですかで、まあ、そういうことがあるけれどもトータルに見て、まあ、心から笑える自然体で過ごせるそういう生き方を作っていくことでママ自身の心が安定するわけでしょでママの心が安定してそして安心していると子どもの心も安定してくるし 安心感が、えー、育っていくんですね親と子の間に安心感が育っていくんですよ。これがあの心理学の用語では愛着と呼ばれているものです。愛着っていうのは第二の遺伝と呼ばれているぐらいその子の人格形成に大きく影響するものです。ね、愛着がうまくね、気づいている、えー、お子さん、愛着関係がうまく育っているか家庭ではね、 子供は自分は生まれてきてよかったんだとかここにいてよかったんだとかねえ自分の居場所を感じて自分を肯定して毎日を生きていけるんですねでも愛着関係が育っていなかったら自分はえー生まれてきてよかったのかなとか100点取らないと嫌われるって親の期待に応えないともうあの追い出されるみたいな感じで不安とか恐れとか心配とか焦りとかがあって自分がやりたいことではなく自分の感情に蓋をしてしまって でえー、外側にアンテナを立てて周りの期待に応えるそして本当の自分を殺してしまうというそういう生きづらさが、えー、植え付けられていくということなので子供との間に愛着関係を育てるためにもやっぱり子供の心を安定させることが大事であり子供の心を安定させるためにはママの心が安定していることが大事でありママだけじゃないパパもよで親の,かあの心が安定していることが大事でありそのためには自分の生き方を整えていくということはすごく大事だよねという中でですよ いうう中ででよよやく今回の話ですよ生き方を整えるシンプルな習慣22ということでこれはね、僕がもう実践してきたもう25歳の頃からね、他人塾で生きてきてあのレールに乗っかって、まあ、あの出世することが人生の成功だと捉えて自分の人生を自分の意思で考えたこともなくただ単にそのレールの競争の中でね誰よりも早く進むんだとたくさんやるんだと、ねえー、そういう競争の中でね、生きてきた僕が。 この25今43だからこの18年間で、まあ、自分軸で生きて自分が心から納得できる生き方を作るということでね少しずつ手放してきたことであったり実践してきた行動習慣っていうのね、まあ、いっぱいあるんですよ、250個ぐらいあります、はいで。その中から今日は厳選して22個紹介したいと思います。 生き方を整えるシンプルな習慣ということでね、えー。やっぱりね、毎日楽しく過ごすってことが僕はすごく大事だと思っていて、もちろん休みの日とかイベントの日にね、えー、パーッとお金を使ってね、楽しいことをするとかね、旅行行く。これも大事ですよ。晴れの日。晴れの日をスペシャルにするのも大事だけども、やっぱりね、日常がスペシャルであるってことはね、やっぱ僕それ以上に大事なことだなと思ってるんですよ。日常をスペシャルにする。毎日の日々を、日々の暮らしをスペシャルにしていく。 それがね、やっぱり大事やなと思っているので、えー、そういうことをちょっと今日は話していきたいなと思います。で、今日はね、全く台本ないよ。しかもこのあの22の週間、今これ画面パッと映してるでしょこれね、1週間前に作ったから、うん、あんまりわかんないですよ。わ <laughs> かんないけど <laughs>、わかんないけど、あのーね、パッと出てきたらね、えー、それを読みながら、考えながら、 話していいいきたいなと思います、まあ、ラジオ感覚でねえ皆さんもゆるく聞いていただけたら嬉しいですはいこんな感じでこの番組では親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介していますチャンネル登録よろしくねあと公式 LINE ではね自分の人生脚本を書き換える、えー、講義動画26本すごいない 26本プレゼントしてるんですよ。なので、そちら受け取ってください。はい。あの、講演会の動画とかも付けてます。その中にね。よければこう、あの概要欄にあります。で、著書の案内もあるので、まさに親も子も楽になるゆるめる子育て。これ本になってるんで、ぜひそちらもね、手に取っていただけたら、えー、この動画のね、えー、動画で言うてることが2倍、3倍、あの効率よく学べると思いますので、ぜひそちらも手に取っていただけたら、本当に嬉しいです。はい。ということで、始めていきましょうか。 生き方を整えるシンプルな習慣22分の1あちょっとすみませんつまり小豆茶飲ませてくださいあ黒豆茶ですねこれははいちょっとゆっくりしていきましょう寒いんですよ最近はい22分の1早起きするやっぱねこれどの本にも書いてるでしょ早起きええー、でーってやつ <laughs> やっぱり早起きするっていいんですよ でその早起きしてる時間ってやっぱ、あのー、みんな寝てるわけでしょ家族,の時間家族みんな寝てるわけでしょ自分の時間を作れるんですね作りやすいしその朝はこのだろう頭が、ね、もう空っぽになってるからあの寝てる間に整理されて、あのー、空っぽになってるから効率がいいんですよ。 なので、その時間に自分の時間をしっかりとって、もちろん家事やらなあかんこともあるし、育児でしなあかんこともあると思います。その中でもね、少しでも自分の時間をとっていただいて、なんかこう、音楽を聴くでもいいし、読書をするでもいいしね、なんかちょっとこう、自分の未来に向けて、そこで勉強タイム、勉強するみたいなことでもいいしね、資格の勉強をやるとか、そんなんでもいいので、なんかその自分の時間を作ってね、えー、自分を成長させる何かをやって、 いいいいけたらいいんじゃないかなかって思いますで僕自身もね、今ね、3時半なんですよ。あの、今ってすみません、今日だけの話でした。今日3時半。今日3時半起きで、いつもは4時半起きです。でいつもって言ってもすみません、基本4時半起きやけど、えー、5時半になる時も6時半になる時もあります。最悪6時半には絶対起きてます。というのも6時40分から授業があるんで、お勝ち。 毎朝授業やってるから、6時半から、六時40分から6時55分ね、フリートークで、ライフスキューの授業って言ってね、オンラインや最後のね、朝礼をカチが担当してるんですよ。ね、えー、子供哲学したりとかね、写真で一言みたいなやってるんで、6時半には絶対起きなあかん。うん、で、まあ、平均5時ぐらいじゃないですかね、に起きてて。で、その時間に朝の記事を作って台本を作ったりとかしてるんですよ。で、その時間はやっぱクリエイティブなことに時間を割いてますね。早起きをする。これはめちゃくちゃおすすめです。 22分の2、モーニングページを始める。うん。これもね、ゆうがちゃんは、おかっちもね、半年ぐらいやってました。すいません、そんなんやってない。僕はモーニングページ、あ、モーニングページで何か言っておきましょうか。なん、なんてことないです。とにかくノートに、えー、思ってることを全部書くんです。もう朝起きるでしょもう、ノートパッと開くでしょもう頭の中に湧いてくる言葉、気持ち、もう全部書くんです。全部書く。もうそれ、ゆうがちゃんは40分ぐらいやってます。毎日ですよ。 毎日40分やってるんですよ、ゆかちゃん。そのノート絶対見たらあかんのよ。ほんまに見たらあかんねよ。おかっちもそれは民謡にしてる。うん。もう本当、頭の中に書いてるあののことを全部なんか書くんですよ。で、そうすることで、自分が本当に望んでることは何かっていうのが分かるし、で頭の中に不安,ある不安とか恐れっていうのがスッと外に出ることですっきりするし、めちゃくちゃいいんですよ。とにかく軽くなるんですよ。心が軽くなるし、やりたいことが見つかる。うん。で、何を手放したらいいかが分かる。 か自分にとって何が必要で何が必要じゃないかとか、何が重要で何が重要じゃないかとか、自分の幸せに直結するものは何で、自分のちょ幸せを遠ざけるものは何かが分かるんですよ、ね。ちゃんとそれ境界線引いていらないものをバイバーイってして、で必要なものだけ取り入れていくってことができるので、この朝の30分ちょっと大変やけど、朝30分結構大変やね。僕は15分でした。<laughs> すいません。僕は15分。で僕はモーニングページの代わりに、あのー、インスタグラムでね、一斉チャンネルってやってて、誰でも参加できるやつね。トップページに行ってもらったら、緩める子育てトークってあるので、それを押してもらったら参加できます。ねえー、そこでね、今日の一日、こんなことするっていうことと、頭の中にあるまあ日記的なものを書いてるんですよ。それを習慣化してます。 その日記見て誰がおもろいねんっていうのもあるけど <laughs>、まあ、とにかくちょっと入ってみてよかったらね、そこでまあ動画とかもあの投稿してるんで、もうそういうことを僕はモーニングページの代わりにしてます、まあ。モーニングページじゃないんだけどね、人に見せてるから、うんまあ。モーニングページっていうのはシンプルに、とりあえずお気に入りのノートを買って、まあ、朝、朝ね、起きてから。 ねえお気に入りのだろマグカップにコーヒーとか、ね、お茶とか入れて、ね、それ飲みながら、ね、朝日をこう横目に見つつそして頭の中で湧いてくる言葉をどんどん書いていくやつもうこれはものすごくおすすめです、はい、生き方を整えるシンプルな習慣22分の4嫌いな人には合わないうんう合わんとこいやーもう合わへんわもう絶対に会いたくない嫌いな人と合わなければいけない環境っていうのは作らない僕は 絶対に作らないねあだ,からだからそういう,なんだろう何々協会とか入ったり、まあ、経営者団体とか入るとやっぱそこの中で合わへん人がいるわけじゃないですかでもそこに所属してる限り何とかうまくやっていかないといけないわけでしょだからそういうところにも入んないですよ僕はもう入んないゼロですよゼロですよほんまにほんまにゼロですよもう嫌いな人に会わないもう明確に距離を置くしブロックする、うん、SNS はブロックする嫌いな人の情報は入ってこないですよ まあ、たまに見に行くことありますよ。何してるのかなとか、ね。でも、もう基本的に合わない。僕はもうはっきりしてるんですよ。嫌いな人にあ会って、なんだろう、エネルギーを奪われるぐらいだったら、好きな人と会って、エネルギーを <laughs> 増やす方がいいでしょ。一人でね、黙々と僕、クリエイティブな活動するのが好きなんで、記事作ったり動画作ったりね、そっちやった方が、も,うものすごくいいわけじゃないですか。何倍もいいわけじゃないですか。ね、限りある時間を、限りある命ですよ。40歳以降の人はね、 残り2000週間ですよ、ね。これ8番のとこにもつながるけどね、残り時間を意識するにもがるけど、限られてんねんから、命はね、時間もね、その限られてる命をどう豊かに過ごすのかと、限られてる時間をどこに分配するのかによって自分の生き方ができてくるってわけだから、わざわざ嫌いな人になんで会わなあかんのっていう感じでしょ。その人を克服すること、トレーニングをするんだとかあるけど、いや、そんないらんでも。 もういらんいなん。それよりも、自分が好きなことにとことん没頭してで、好きなことをやっていく中で自然に出会っていく人間関係を大事にした方がいいんじゃないかなと。でそれで、別にあの去る者は追わず。で,で、えー、来る者も拒ます。でも、会わんかったら離れる。っていうこともね、やっていけたらいいんじゃないかなって、僕は,気,は気がします。なので、嫌いな人に会わない。だって、嫌いな人に会うと、その日、午前中に会ったらね、午後からもちょっと引きずるわけでしょ。 なんかもやっとしした重いもんが残るわけでしょ嫌なんですよ、そういうの。うん。合わへん。だから嫌いな人は嫌いでいいんですよ。すべての人を好きになる必要ないんですよ。ね、いやもちろん、もう離れられない環境の中でね、まあ、仕事を辞められへんしという中で合、まあ、わない人もいる。その中では、それなりにうまくやっていかなあかんこともあるよ。あるけれども、僕はそれはできない人間なんですよ。やらないって決めたから。だから、そういう嫌いな人、 に合,うよ合うような環境にはいかないし、そういう働き方をしない。うん、そういうふうに生き方を整えてきた感じですね。はい。22分の5。ウォーキングをする。あ、これもね、もうあらゆる自己啓発に書いてる <laughs> 習慣ですよね、うん。ウォーキングをするっていうのはもうどの本にも書いてるいや。僕自身もやっぱこれウォーキングの効果って実感した人間なんで、まあ、そもそもなんで歩かなあかんねんと思ってたよ、最初。 まあでもね、あのアキレス腱切ってしまって、ブチって切って、ブチって切っなブチって音するよ、ほんま、あれ。ブチって切れって、で、まあ、3ヶ月間動けへんかったけど、そこからリハビリをしなあかんってことでね、そこからウォーキングを始めたんですよ。ただ、ウォーキングするだけだったら面白くないってことで、そこでね、まあ、優香ちゃんも一緒に行くってことになったりとかね、したり、で一緒のいろんな話をするとかやったり、動画を撮ったりとかね、えー、一人で行くときは、なんか、ボイシーというか、ラジオ聴きながら歩いたりとかしながらね、うん、とにかくめちゃくちゃいい。 めっちゃいいです、ウォーキングは。朝のウォーキングはもう本当にあの最高ですね。何がいいって、その日光を浴びれるわけじゃないですか。日光を浴びるということは、そこでね、ビタミン D ということで、あの免疫作用もぐっと向上するし、で、セロトニンセロトニンがね、えー、生成されるんですね、日光を浴びると。で、そのセロトニンっていうのは、やる気とか意欲に関わるあの神経伝達物質なので、ね、だってうつ病っていうのは、えー、脳内のシナプス感激におけるセ,シナプス、えー、セロトニンの濃度が減少することによって、うつ症状が起こるんですよ。 はい、今何言ったって思ってたでしょ。おかち一応うつ病の薬を売ってたんで、うつ病が何でなるのかっていう脳内の記事とかね、説明会やってたんですよ。要は、頭の中のセロトニンが少ないことで、うつ病っていうのが発症するんですね。まあ、簡単に言ったらね、めっちゃ簡単に言ったけど。で、日光を浴びれば、そのセロトニンが増えるんですよ。陶器うつっていうのもあるでしょ。陶器ってのは冬。冬の時ってね、やっぱうつ病の患者さん増えるんですよ。なぜなら日照時間が少ないから。 うん、日照時間が少ないからセロトニンが作られないためうつ症状が強くなるということなんですねだ冬は悪化するんですよねうつ症状が、うん、なのでなので、あのー、朝日を浴びるっていうのはウォーキングをしなかったとしてもちょっとベランダに寝てみて15分ぐらい浴びてみるとか、うんまあ、景色がいいかわからんけどおかしいとこ全然景色良くないけどね良 <laughs> くないけど、まあ、あのベランダで、あのー、プロテイン飲みながら日光浴びてますよ散歩しないときはね うん、これはめちゃくちゃいいしで、まあ、今日光の話というか散歩の話なので散歩は何がいってやっぱ体を動かすということで、ね、有酸素運動にもなるでしょ有酸素運動をすることでその代謝が良くなる代謝が良くなれば血液の循環がこう良くなって良くなって老廃物がどんどん外に出ていくし,出ていくし元気になるしでやっぱり筋肉量が増えればそのなんだろうな体力が増えるんですよ、単純に。疲、うん、疲れれににくくくくななるるんんですね疲れにくくなるうん で、あのー、昼間浴びた日光っていうのは夜になったらメラトニンに変わってメラトニンっていうのは睡眠を促す作用があるからぐっすり寝れるんですよぐっすり寝るという意味でウォーキングってやっぱ、あのー、神だよねっていうことですねウォーキングをするまあ30分ぐらいがいいんじゃないでしょうかねうん、まあ、好きなラジオとか聴きながらっていうのがオカチのボイシーとかねボイシーってねいろんなパーソナリティさんがまああのあのボイシーはねあの選抜制なんですよオーディション制でオカチもね あのそこに通るの1年ぐらいかかったんですよ、ほんまに。あ20いや30回ぐらい送ったんちゃうかな、あの文章はあが、オーディション、審査やから、審査に文章を送るんですね、なんで、ボイシーしたいんですかみたいな、そういうの送って、ちょっとずつ変えながらね、30回ぐらいやって、ようやく合格でしたね、ほんまにで、まあ。そういうその回もあってか、いろんな音声メディアの中では、まあ、比較的有益な、有料なあのパーソナリティが多いんじゃないかなっていうふうに、まあ、 僕はは勝手に思っています、はいえー、次行きましょうかあその前にちょっと待ってくださいもう一回飲ばしてくださいはい生き方を整えるシンプルな習慣22分の6やらないことを決めるうわこれすごい大事いやー大事やな 大事なこと書いてるねおかっちどうですかやりたいこと決めるのはわかるよ。あれやりたい、これやりたいってね。英語の勉強したいとか、読書したいとかね。えー、FP の資格取るとかね、えーち。投資の勉強するとか、いろいろなね、やりたいことを決める。いいよ。いいんだけど、時間は限られてるから、やりたいことを決めるってことは、そこに費やす時間を生み出さないといけないですね。 そうしないと時間が生まれないから結局やれないっていうストレスだけが溜まっていくってことなんですよ。やりたいことやれないっていうのが一番ストレスでしょ。なのでなので、やりたいことを決めたら、やらないことも同時に決めるってこと僕これ習慣にしてるんですよ。で、何をやらないのかってまずリストを作りましょう。シンプルに。シンプルにリストを作る。うん、もうやらないって決めること。決めるだけなんです決めるんですよ、これ決め。決める、決めるんですよ。それが正解とかはないんですよ。自分がそれを決めたらそれが正解なんですよ。 これやらないってことが正しいことなんかなってそれ、あなたにしか分からへん。あなたが決めるんですよ、それは。<laughs> ね、例えば、料理全部手作りじゃないといけないと思っていたのを、じゃあ、手作りじゃなくてもいいってする、例えばの話よ。っていうふうに、これ決めるだけなんですよ。それがいいかどうかは分からない。それを正解にしていくんですよ、あなたが。決めないことには始まらないですね。そう。で、その決めるときの基準が、えー、自分にとって重要度が低いことです。緊急度と重要度ってあるわけでしょ。 緊急ってのは今すぐやらなきゃんこと。重要っていうのは自分の人生にとって重要なこと。ね、でも大事なことっていうのは緊急、僕たち時間ね、結構ね、緊急で重要ではないことに奪われてるんですね。緊急だけど重要じゃないこと。いきなり電話がかかってくるとか、パって出たらなんか営業の電話とかね。これ電話が鳴ったらインスタライブだったら出なあかんじゃないですか。鳴ったら出なあかんでしょ。インスタライブでやったらこう,、ね、うるさいから出るでしょ。誰かわからんし、出て。 話したらなんか営業の電話やったりとかするんですよ。だから僕は電話には出ないって決めてます。あ、すいません。僕に電話出ないんで、あの改,改めて皆さんにも言見ときます。僕は電話出ません。なんでなんかある場合は line とかメールでお願いします、ね、これもうみんなに言ってるんですよ。みんなに言ってる電話っていうのは本当に何だ,だろう？今やってることを何をやってるとか、全然気にせずになるわけでしょ。 もちろんマナーモードとかできるよ。でもマナーモードでもブルブルとか震えるわけじゃないですか。じゃあ震えんようにしたらええんちゃうとか言うけど、いや、それやったらね、それやったらなんだろう、気になるわけじゃないですか、常に。電話鳴ってないかなとか、LINE <laughs> 来てないかなとか気になるわけでしょ。うん、なので、まあ、そう、まあ、それは人それぞれなんだけど、僕は電話に出会えて決めてる。その、僕は自分の時間を緊急度で、緊急的なところからやるんじゃなくて、重要なことからやりたいんですよ。 よくある,わけあるわけじゃないですか。期日があるけど自分にとって重要じゃないこと、ね。上司から頼まれた。でも僕は僕にとっては重要じゃない。でも頼まれたからやらなあかんなと、ね。こういうことじゃないんですよ。自分がどこに時間を使うのかっていうのは、緊急か緊急じゃないかじゃなくて、自分の人生にとって重要なことから順番にやっていくことが必要やなと思ってるんですよ。ね、これは難しいですよ。難しいけど僕はそれは大事やなと思ってて。 なので、緊急なことをなくす。例えばったさっき言った電話をなくすということもそうだし、なんかあらかじめこういうことが起こりうるだろうということを想定してね、緊急的なことが起こりうるだろうと想定して、それに対する準備を事前にやっておくとか、想定外なことが起きたらパニックになるわけでしょ。想定外なことが起きたらパニックになるし、今これ大事なことをやってても、それを,、ね、それを置いて、緊急的なことをやらなきゃんわけでしょ。 それをしないためにあらかじめどんなことが起こるのかって想定してその問題に対する対処法も考えておくと緊急的なことがたとえ起きたとしてもすぐ対処できるっていう、ね、そういうことをやってますまあ何の話だっけとにかく今やらないことを決めるんですよ、うん、あのやらないこと何をやらないかリストを作ってください100個リストアップしてください、ね、リストにしてその中でできるところから手放していきましょうはいこれはめちゃくちゃ効果ありますやっぱそうすることで軽くなるんですよ 軽軽くくくなななるるここれすすごく大事なんですね軽くなるってこと、うん、いっぱい自分の中でこうなんか、ね、背負ってるものあるわけじゃないですか。役割、責任、PTA 会長をやってみたり、もちろん母親という責任もあるかもしれないし、仕事の中では学生さんを教える責任もあるかもしれない。いろんな役割とか責任を、ねえー、抱え込んでるんですよ、こう僕たち私はこう、私こち毎年こう、ね、年を重ねれば重ねるほど。 そういうものを手放していくってことはすごく大事かなと思いますこれやらないことっていうのは具体的にやってるタスクもそうだし役割的なこともそうだし思考であったり感情の習慣であったりそういうことも含めてですよこういう時にはこういう考えをしないとかそういうことも含めてやらないことをリストアップしてそれを決めていくってことはめっちゃ大事よねこれめっちゃ大事よね生き方を整える習慣シンプルな習慣22分の7メンターを見つけるうーん メンターいますか、まあ、メンターってね、まあ、どういう意味かなって、まあ、あのちょっとあの価値の言葉で言うと今考えるよ。メンターって何なんやろな、お手本みたいな感じですよ。お手本。自分のお手本です。例えば僕は本を書きたいっていう時のお手本,お手本っていうかあのロールモあ、ロールモデルって言ったら分かりやすいですね。ロールモデルお手本でみたいな感じですねで。直接その方からアドバイスをいただけるような関係性があるってことがすごく大事ですね。 うん、ただ、ロールモデルだったら遠くから眺めているって感じだけどメンターだったら直接アドバイスをもらえる関係性そういう関係性を作るってすごい大事なんですね、やっぱり。うん、だから自分がこんな生き方出してあ,あんな働き方をしたいと思ったときにそ,それを実現するためにはもちろん自分の頭で考えたいろんな情報を仕入れることも大事だけど一番大事なのはね、その山にもうすでに登ったことのある人に道を聞くってことなんですよ。 この山に登りたいって決まったら、その山を登ったことのある人にその道を聞くってこと、これが一番シンプルなんですね。もちろんそれと同じ道を歩まんでもいいけれども、その人はすでに道を登ってるからね、知ってるんですよ。こういう苦難があるとか、こういう道があるとか、それをどういうふうに乗り越えてきたのかって、参考になるわけじゃないですか。ね、そういうことで、子育てにおいては、この方をメンターにするとか。 ね、直接アドバイスを聞くとか、働き方やったら上司の〇〇さんにするとかね、うん、そういう風なコミュニケーションでは、じゃあ、あの友達の〇〇ちゃんうまいから、あの人をロールモデルにしようみたいな、コミュニケーションではこの人、仕事ではこの人、子育てはこの人みたいな感じでもね、どんなことでもいいので、まああの、メンターを見つけるってことすごい大事ね、生き方やったらこの人みたいなねで、直接アドバイスをもらえるような関係性、もちろん無料では難しいかもしれない。 有料であの定期的にセッションを受けるとかね、コーチングセッションを受けるとか、えー、実際そういうオンラインセロサロンであったり、えー、コミュニティに所属するとかしながらね、も自分一人でやってしまうと、やっぱりね、なかなか難しいんですね。難しいっていうのは、その足を引っ張る人間が出てくるんですよ。自分が例えば成長するしようとしたときね、成長っていうのは今の状態から変わるってことじゃないですか。変わることがを許せないんですね。今の友達とか、今の近い人ほど、近い関係性ほど、 変わろうととすする人のことを許せないんですね。もちろんその人が満たされてたら違いますよ。その人も自由に生きてて成長を目指してたらいいんだけどそうじゃない人からしたら、ね、特に我慢してる人我慢してる人からしたら成長意欲のある人であったり自由に生きようとしてる人を見るとなんかね自分ができていないからその人を見て認めてしまうとね、えー、自分の生き方を否定することになるからその人を引っ張ろうとするんですよ無意識に。 うん、なので、そういう圧力とかも関わるから、やっぱりその環境っていうことがすごく大事なんで、そういうコミュニティ、成長意欲のあるコミュニティに行くとか、こういう生き方をしたいって言ったら、そういうサロンに入ってみるとか、サロンもその高いやつ入らないんでいいよ。例えば、おかっちのインスタグラムのサロンって600円よ。600円。<laughs> 例えば、そういうサロンとかもあるんで、そういう、まあ、とりあえずおかっちのサロン入ってよ。 おかちさんん入ってますね <laughs> うね、んまあ、そういう風なね、えー、サロンとか入ってもらったりしながらね、メンターを見つけて、分からないときとか困ったときに、えー、心のよりどこにしたりとか、具体的なアドバイスをもらったりするということでね、あの道が切り開かれていくと思いますので、そういう意味でもメンターを見つけるというのはすごい大事じゃないかなと思います。はい、ロールモデルっていうよりもメンターね、ロールモデルでもいいよ。 あのブルーハーツの河本ロ人みたいな生き方したい。でも直接話せないでしょ、河本博人と,と,と、ね。もちろんそ,れそういう人を持つことも大事なんだけど、そういう方プラス、やっぱり直接ご指導を仰げるような、そういうような方がいるとなおいいよね。なおいいよね。はい、じゃあ行きましょう。22分の8。残り時間を意識する。大事よね。あの、僕たち、私たちはね、 死ぬんんでですすよ残念ながらら <laughs> 時間は限られてるんですねで僕たち、私たちが夢中になった瞬間ってどんな時だろうってちょっとね思い返してみるとあなたはどうですかどんな時に夢中になりましたかって思い返してみるとねそこにはね必ずね期限があるんですよ。期日があるんですね。例えば、オカッチが一番夢中になったのはラクロスの、ね、全国大会の,あの準決勝なんですね。準決勝ってその日があって。 な11月、12月7日とかやったかな、ちょっと忘れましたけど、3年生のね、その日に向けて練習をしていくわけじゃないですか、期日があるんですよ、それも。期日があるし、あとどこだろうな、あ,のあ,れ,あれは感動したなあの、中学受験合格した瞬間、あれも中学受験の日で決まってるし、合格の発表の日決まってるんですよ、そこに向けて全力であの、ね、自分の命をあの費やして注いで、ね、そこに命を注いで取り組んできたこと。 でそれでまあいい結果が出て落語さん負けてしまったけど中学受験ではいい結果が出てその時の瞬間っていうのはやっぱ忘れられないよねというようにね何かね夢中になった瞬間であったり心に残ってることっていうのはあの常に期日があるんですよ期日があるでも僕たち私たちってんだろう死のことを意識して生きてる ってことはほぼなないいじゃないですか、日常ね。死ぬことを意識するというよりも子供、学校行ってくれへんかなとか、えー、兄弟に仲,仲,仲良くしてくれへんかなとか、ね、ママになんか学校で何やったっていうちゃんと話してほしいなとかね、えー、パートナーとの関係性悪いなとか、なんであんな子供に否定的なことを言うのとか、その目先のそこの、ね、ところにを見てしまうわけでしょ。もちろんそれは大事なんですよ。 目の前の問題に対して一つ一つそれ取り組んでいくってことはすごく大事だし、毎日を丁寧に暮らしていくってこともすごく大事なんだけども、そのためにはね、僕たち私たちは死ぬんだってことをしっかり意識する。さっきも言うたけど、40歳以上の方は残り2000週間ですよ。2000週間。80で死ぬと思ってね。1年で50週間ぐらいでしょ。そういうことでしょ。1年で50週間やので、10年で500週間でしょ。そうなんですよ。今もう僕43歳なんで、残り時間は、 1850週間なんですよ。1850週間なんですよ。ね。そんだけしかないんですよ。それをしっかり意識して、じゃあ死ぬときに自分は、あの人ってまるな人だったよねってね言われてると、大切な人にね。じゃあ、なんて言われたいかってことかなんですよ。僕は、なんだろう、あの人のおかげで人生が変わったとか、あの人おかちのおかげで、 なんだろう自分のために生きられるようになったとかおカッチのおかげで本気で自分の人生を生きられるようになったとかなんかそういう風に言ってもらいたいなっていうのはあ,あるんで,ですね。なのでそのために僕はこうやって生き方を整えるシンプルな習慣を今日も紹介してるし、えー、なんだろう社会にはびこる見えない鎖ですよ。 こうしなければいけない、しなければいけないっていう同調圧力であったりね、なんだろう、そういう世間の目であったり、そういうものを気にしてしまって、自分の心を殺してしまって、本当の自分ではなく、まるキャラで生きてしまうと、そんな人生はもう終わりにしたいんですよ。ね、幸せが誰かの我慢で成り立つつって、そんな世の中を終わらせたいんですよね。はい。だから僕はこういう発信をやってるということです。それは残り時間が限られてるからですよ。あなたの残り時間はいくらですかどれぐらいありますか そこを意識するるだけで変わってくるかもしれない、ね、常に何かをやってる時に期日を意識するそれだけでね毎日のなんかハリが変わってくるハリというか何だろう充実度が変わってくるんじゃないかなと思いますはい生き方を整えるシンプルな習慣22分の9いやいやいや大事すぎたこれ大事でしょうどうですか本当に思ってること言ってる本当に感じてること言ってる 自分の気持ちをちゃんと相手に伝えてますか自己開示してる本音で生きてますかねえ。いやこれすごく大事な気がする。その本当に思っていることを言うと何がいいっていうとやっぱ人間関係が最適化されないよね。だから自分には自分はこれが好きこれが嫌いであったり自分はこれを大事にしててこれは大事にしてないであったり自分はこんな考えをしていると。 いうことをちゃんとちゃんと分かるように伝えていたらそれに合う人が寄ってくるしそれに合わない人はブロックするわけじゃないですか僕を合わないんですよその人会合わずに済むんですよ合わない人とはでもねそこで綺麗事を言って自分ではない人間が人間を出してしまうと自分ではない人間を好きな人が寄ってくるんですよということはその人に嫌われないようにずっとずっと自分ではない人間をね、えー、演じ続けなあかんのですよそれ苦しいでしょ人といればいるほど疲れるんですよ ね、気づかれ。ど、ね、っと疲れてヘトヘトないですよ。休みの日何もできない。だから本当に思っていることを言う。そうすることで人間関係が最適化される。自分に合う人が寄ってきて合わない人は去っていく。そういうことで自然体で過ごせるんですね、毎日。まあ、人,人がいたときにどういうふうにその人と付き合うかであったり、えー、どういう風に関係を築いていくのかということは、自分の生き方を考えるのですごく大事じゃないですか。 職場での関係性っていうとかね、ママ友と,との関係、子供との関係、パートナーとの関係、自分の親との関係、義理の母との関係、その母との関係性をどうやって築いていくのかというところね、気を使いすぎて思ってることを言わなかったら、ずっとずっと背伸びして厚化粧したまま、思ってることを言わない、ね、相手に合わせたあの関係になっていくということで、僕はそれは苦しいなと思うので、本当に思ってることを言うようにしてます。はい、ちょっと飲みましょうか。 うんはい、生き方を整えるシンプルな習慣22分の10嘘をつかなくてもいい環境を選ぶいやーこれ嫌やね嫌やねっていうのは嘘をつかなあかん環境ってあるわけでしょなんとなく空気を読んでみんなに合わさなあかんことであったり会議でも思ったことを言わないであったりね何言ってんのって思うことでも別にここでなんか文句言ったら後で責められるのこっちやしもう言わんとこうみたいな。 感じでねあのそ,の場をその場をやり過ごすみたいな、あるわけでしょいや、僕はあったんですよ。僕はあったんですね。で、やっぱりね、嘘をつかなくて、嘘をつかなあかん状態だったら、もうさっきのことにもつながるんだけど、本当に、本当の自分ではない時間が長いわけでしょそうすると、どんどん、乖離していくんですね。自分の気持ちと、あの表面上の私と。ねか、乖離していく、離れていくんですよ。 離れていくから、自分で自分のことが分からなくなったり、ね、周りからしても、この人何思ってんねんって、ね、信用してもらえなくなるんですよ。そうじゃないですか。思ってることと言ってることが違う。ここにギャップがあると、信頼関係が築けないんですよ。で、アイテムだって思ってること言わないでしょ。お互い嘘の、嘘を付き合ってね、<laughs> 嘘の自分を演じてね、それで安心できるわけじゃないじゃないじゃないですか。相手が何思ってるんかなって、こう、探り探りしてね。 そういうのはしんどいですよそ,れそういう関係になると自然体で生きられないから嘘をつかなあかんような環境は僕は選ばない僕は選ばない、うん、今だから本当の自分を演じないといけないそれをそうせざるを得ない環境だったら僕は離れるいきなり離れられなくてもそれが仕事であったらどうやったら本当の自分で自分を生かして働けるんだろうと自分の得意を生かして、ね、それを考えるし人と関わるのが嫌なんだったら ね、人と関わるんじゃなくて一人でそうやってお価値も結構一人で仕事することが今九割八割,割ぐらいなんですけどね8割9割なんですけどねそういうふうな働き方を作っていくってことですね作,作っていくてこと自分がどんな環境で働いていきたいのかっていうのをちゃんと言語化してそれを実現できること働き方とか暮らし方っていうのを徐々に作っていくってことですねはい22分の11 変えられないことを手放す。うん、おかち何回言うねん、同じことって思った思ってくださった皆さんは正解です。これね、何回も言うてるよね、これ。あのー、ってことはね、やっぱり大事なんですよ。変えられないことっていうのは、自分が努力しても、あのーか、変わらないことです。うん、例えば天気。ん天気変えられないでしょ今、雨ですよ、和歌山。晴れにすること、できないんですよ。他変えられますか もし変えられるって思ってるんだったら、それは怖いことですよ。支配,をで,支配できるって思ってることですかね。変えられないんですよ、他人は。変えられないんですよ。ね、変えるための声掛けはできるけど、ね、こう,いうこんなことやった方がいいよ、あんなことやった方がいいよということはできるよ。勉強した方がいいよ、中学受験した方がいいよって、ね、男の子だから外遊びした方がいいよということはできるけど、子供がそれをするかどうかはわからないですよ。ね、もちろんする子、することもあれば、しないこともあるんですよ。 他人は変えられない。子供は変えられない。パートナーは変えられない。変えられるのは何ですか変えられるのは自分ですよ。自分ですよ。<laughs> 自分の考え方ですよ。自分の感じ方。自分の行動パターン。自分の生き方ですよ。どうやって生きるのかです。変えられますよ。今、パートナーと別れようと思ったら別れると言えるわけじゃないですか。言えますよ。言えるけれども、言えるけどパートナーが別れてくれるかとかは知らないよ。わでも言えるわけでしょ。言えて、 パートナーが別れよってなったら、言ってくれたら別れられるわけじゃないですか。ね、仕事もそうですよ。今仕事に対していろいろと不満があることもあるかもしれないけど、仕事を辞めるって言うことはできるわけでしょ。それを言ってすぐに辞めれるかどうか分かんないですよ。ちょっと人が足らんから3ヶ月間働いてくれへんかとか言われるかもしれへんけども。でも何かしら前進するわけでしょ。前進するけれども完全に自分の思い通りになるかどうかは分からない。相手との関係性の中で成り立っていることであればね。 自分単独でできることやったら、あのー、コントロールできるでしょ今から漢字ね、岡っていう漢字3回書きますよ、岡お岡書くよ。岡、うん。岡、岡、岡、書けた。これ完全にコントロールできるじゃないですか、僕。あなたも、ね、今この YouTube 切れますよ。停止ボタン押して。コントロールできるでしょ ?100% コントロールできるでしょでも、僕、僕が今から話すのを、えー、やめさせてください。 僕をやめさせてください。なて言った僕が、僕のこの YouTube の収録を中断させてください。できますできないですよ。あなたにはできないんですよ。残念ながら。変えられないんですよ、それは。人は変えられないんですよ。ここをまずしっかりと認識することですよ。私が変われば子供が変わるんじゃないかとか、ね、私の声がけ次第で子供は幸せになるんじゃないかとか、もちろん影響しますよ。 先ほどにも言った、冒頭にも言った、親の生き方が子供に影響する、その話をした。で影響はするけども、思っている通りになるかどうかは分からないんですよ。反面教師にするかもしれん。そうだよね。そうですね。たまあ、私がね、子供に医者にさせたいって言って、僕医者だから、ね、医者の素晴らしさをどどたくさん伝え,た伝えたとしてもね、父の姿を見て、医者にはなりたくないってなって、医者とは違う職業を選ぶかもしれへん。そうなんですよ。コントロールできないんですよ。変えられないですね。 だから僕たち、私たちは何か問題とか起きたときに変えられることは何か変えられないことは何かっていうことをしっかりとあの境界線を引くで変えられないことを変えようとすることにエネルギーと時間を使うんじゃなくて自分が変えられることそしてコントロールできることにエネルギーと時間を注ぐんですよ100のエネルギーで100の時間をそっちに注ぐんですよ、ね、そうすれば、えー、なんだろうな自分ができることを見つかって それができることが見つかってその関わりの中でもしかしたら環境が変わっていく可能性はあるよねってことなので変えられないことを手放す、ね、母親に幸せになってほしいもちろんそれ願うのはいいですよでも幸せになるかどうかは私にはコントロールできないんですよなのに母親が幸せになったら私が幸せになれるってなってしまうと母が幸せにならなかったら私は不幸になるってことでしょ そうなると、自分にはコントロールできないものに、自分の幸せを置いてる、命を置いてるってことなんですよ。これ、苦しいんですね。そうなってしまうから、母親を支配しようとしちゃうんですよ。子供の場合でも一緒です。子育てだけが生きがいだってなってしまうと、子供がね、幸せにならなかったら、自分は不幸になるわけで、何としてでも幸せにさせないとっていう風になってね、レールを引いてしまって、で、子供に自分の価値観を押し付けてしまう傾向があるんですね。子供子育てだけが生きがいだっていう方にはね。 そう何が変えられて何が変えられないのかっていうのをしっかり見極めて自分が変えられることっていうのにフォーカスしてそっちのスキルを高めていくってことがすごく大事ですね子育てでは声がけの方法であったりコミュニケーションの方法であったり安全に暮らせるような生活環境を整えるであったりねはい半分終わりましたねじゃあ残り半分いきましょうか生き方を整えるシンプルな習慣22分の12 自分とデートする。うん。これアーティストデートとも言われてますけど、やっぱりね、どう自分とデートしてる自分の心を喜ばせてますかあのね、仕事してたらお客さんのね、お客さんに喜んでもらうことも大事やろうし、えー、もちろん、その職場のメンバー、同僚であったり、上司、課長とか部長とかね、えー、上司の期待に応えることも大事かもしれん。その人たちを喜ばせることは大事かもしれないけれども、やっぱり人生において一番大事なことは、 自分の心を喜ばせることでしょ自分を幸せにすることでしょそうですよね。自分の心を喜ばせること。なので、自分の心がどんな時に喜ぶのかっていうことを、ちゃんとね、アンテナを張ってえ、敏感に察知することが大事なんですね。あ、自分はこんな時に嬉しいんだと。こんな時に楽しいんだ。こんな時に夢中になって。こんな時に、えー、喜びを感じるんだと。 そういうことをちゃんと自分自身が理解しておくこと、掴んでおくことが大事なんですね。そうすることでそっちに向けて行動できるわけでしょ。自分が行く先が分からなかったらどこに住んだらいいか分からない。でも僕にとっての幸せは本気で人生を変えたいって人に対して本気で僕がメッセージを伝えることなんだということが分かってたらこういう YouTube を撮ったりセッションしたり生き方。 生き方を作るプロジェクトをやったりね、えー、ライフスキルコーチ認定講座をやったりするわけでしょ、熊野古道、リトリート合宿をやったりね、そういうことなんですよ。自分にとって何が幸せなのかをしっかりと自分の中で言語化しておく、そのために自分とデートしてください。週に1回でもいいから。アーティストデートと言われているルーティンです。ね、アーティストデート、シンプルに、えー、自分の心を喜ばせるためにどんなことをするのかというデートプランを練って、ねえー、できればそのデートプランを実行する。できればっていうか、まあ、も,うもう実行てしてください。 他の予定が入ったとしてもそっちを優先してください。アーティストデートね。そう、自分とのデート。ね、そうすれば自分がこんなことや,やったら嬉しいんだっいうことが分かってくるってこともあるし、自分で自分の心を喜ばせることができるんだってことが自信になるんですね。ね自分で自分のことを幸せにできるんだと。自分で自分のことを、あのー、楽しませることができるんだと。これ自信になるんですよ。そうすればもっと大きな願いとか、大きなやりたいことが見えてくるんですね。ちっちゃいことからちょっとずつ叶えていくと。 そうこれが夢を叶えるスキルとも言うんだけど、えー、自分の心を満たしていくそれをやっていくとね本当に本当にやりたいこと自分の、ね、ミッションっていうのが見えてくると思いますなので週に1回1時間でもいい半日でもいい1日とか最高取れるんやったら自分とデートしてみてくださいはい、えー、22分の13 一人旅をしてみるうーんどうでしょうか一人旅をしてみるおかちもね、熊野古道リトリート合宿ってやってるけど、そこに来られる方はね、もうここ10年、結婚してから一回も旅行したことなかったとかね、一人旅するのなんて人生で初めてっていう方も結構いて、というのも熊野古道リトリート合宿って、和歌山の中でも山の奥の方にあるんですよ。 結構遠いんですね、実は。結構遠いので、本当に旅ができるんですよ。で、その熊野古道っていうのはまさに天空の宿と言われていて、いわゆるその生まれ変わりの場所なんですね。そこに行くと、日常からかけ離れた環境という日常からね、えー、離れている天空の世界の中でね、自分はこれからどうやって生きていきたいのかって見つめ直せるんですよ。ね、普段やったことのない人だった一人旅をしつつ、その道中自身がもうまさにあのプロセスですよ。旅ですよ。 その旅の中でいらないものが、えー、どんどん剥がれていくで。本当に必要なものが残っていくということ。なので、一人旅というのはおすすめです。で、熊野古道の一人合宿は、一人旅というよりも、行くまでは一人旅で、そこからおかちと乾杯とかすんねんけどな。うん、すんねんけど、まあそういう意味でもね、あの行く道中は一人旅をして、えー、一緒に乾杯しようみたいな、これ1年2回やってるんで、またなんかそういうのもあるんやなということを、ちょっとねあの、耳に留めていただけたら嬉しいです。 耳にとどめてるっておかしいかな頭にとどめていただけたのが分かりですね耳,耳にとどめててもね <laughs> あれやもんね、うん、右から左に流れてきそうよねはい、えー、22分の14お気に入りの服を着るうわーこれおかちもねえインスタライブでは毎日ね服を着替えるって決めてたんだけど冬になってねあのー、リッチマウンテンギアのボアフリースを手に入れてからもう毎日それですわあの何、ー、て言ったか言ったらキャメル色っていうかなラクダ色って言ったらいいかな毎日これ ほんんままにこれれれおかっちまたそれやんって思うかもしれないでもね、ものすごい着心地がいいんですよ。あの服の中、ね、で、今までい,いろんな服を買ってきたけど、総合点が一番高い。総合点というのは、機能性がいいとか、着心地がいいとか、でもファッション性があるとかね、保温性があるとかな、ねそう汗を逃してくれるとか、まあいろんない、いろんな場面でも着れるとかね、そういろんなこうあの点数のポイントがあるわけでしょ。 あのー、服を判断する時ねその合計点が、総合点が一番高いです。今のこの、見せてあげたい。おかちのインスタライブ見て。あのー、最近ずっとそれですわ。あのー、うんこ色って言ったらいいかなわかんない、ね。キャメル色ですよ。うん。あの、キャメル。キャメル色。なんて言ったらいいキャラメルの色ですよ。めちゃくちゃいいんですよ。とにかく生心地がいい。で、これっていうのは家でも着れるし、寝るときにも着れるし、外にも着れる。どこでも着れるんですよ。 どこでも着れる、もおかち家で過ごす時間が長いから、家からね、ぶらっとこう遊びに、あちょっと外歩くときにね、わざ,わざわざ着替えるのめんどくさいんですよ。めんどくさいから、そのまま行けるような家着っていうのが欲しくて、で、これっていうのは、あのちょっとした外食,にも着れる外食でも着れるし、えー、そういう家の中でも着れるし、お散歩でも着れるし、寝るときにも着れるってことで、めちゃくちゃいい、とにかくお気に入りですここに。このようなお気に入りの服を着るってものすごく大事よね。気分も上がるしね。 はい、22分の15。ものを増やさない。いや、これ大事よ。物をが増えるとね、それを維持するコストがかかるわけやん。コストっていうのはその時間であったりね。もちろんそれは途中で壊れてしまったんですけど、お金であったり。おかちね、60万の時計買ったんよ。<laughs> ねこれね、だいぶ前よ。あ、だいぶ前だけど、23年前。今もそんな価値ないよ。今1万とかぐらいの価値になってるけど、ね、それ維持すんのめっちゃ大事。3年に1回3万円払わなあかんし、 なんだろう、毎日つけとかなあかんすよ。つけとか止まるんですよ。IWC のポルトギーゼっていう時計なんですけど、スイスのね。めっちゃかっこいいよ。あのー、なんだろう、社会人3年目の時にだいぶ背伸びして買った時計なんだけど、今はもう1万円ぐらいの価値しかないと思いますけどね。もうだいぶ気づいてるし、でそもそも,もう動いてないから。動いてない。止まってるんですよ。こう思いっきり振らないと動かないんですよ。で、それ1日使ったらまた止まるんで、もう使い物にならないんですけど、 そういういのっってやっぱりね、あのコストがかかるんですよ。維持費もかかるし、毎日こう振らなあかんとかね。ね。それだけじゃなくても、いろんなものもそうじゃないですか。ものが増えれば増えるほど、ほこりたまって掃除しなあかんし、それを維持しなあかんし、それを、えー、置くスペースもいる。棚とかも必要になってくるわけでしょ。なので、必要なもの以外はもう買わない。買わない。で何か欲しいなってなったときに、今あるもので代用できへんかなって考える。 一石二鳥三鳥四鳥五鳥できるものを買う,買うとしても、たおかっちの今このボアフリーズ分かりやすいじゃないですか、これは、えー、パジャマにも使えるし、家着でも使えるし、ねえー、外に散歩するときにも使えるし、ちょっとした友達との、えー、なんだパーティーにも来,に来ていける、ちょっとしたパーティー、ね、にも来ていけるっていう、そういうふうに一石二鳥三鳥四鳥五鳥のいろんな場面で使える服であったり、いろんな場面で使えるものを買うっていうのはすごくおすすめよね。 一番あかんのはその卵かけご飯専用の醤油とかそういうことですよ。卵かけご飯の時には使えるけど、それ以外の時はもう使えないわけでしょ。それやったら、あらゆる場面に使える醤油を買っておいたら、スペースもいらんし、あのー、ね、それを卵かけご飯用の醤油をか買わなくていいわけじゃないですか。そういうふうに物を増やさない。で、物を増やさなあかんなと思った時に、今あるもので代用できへんかって、問いをかけてください。これすごく大事ですね。 はい、22分の16、読書の時間を作る、うわぁ、大事やなぁ。で、おかっちね、春読という技をね、マスターしたんですよ。春読っていうね、三部で本を読む技なんですけど、で、春読業界でおかっち、おかちめちゃくちゃ有名で、実はね、えー、トン読みのおかッっ,って呼ばれてて、そのしゅん、トン読みっていうのは、1トンの本を半年で読んだんですよ。1トンの本、2500冊ですよ。2500冊の本を半年で読んで、まあ、1ヶ月400から500冊ぐらい読んで、 読んだ本物ですよ読むって決めて読んでそれでそこから僕結構ねもう潜在意識がもう入れ替わってもう僕いろんな著者と対話してたからなんで僕は本を書いてないんだって発想になったんですよそこ,そこでねなんで,なんで僕書いてないんだろうってこれだけいろんなこと知ってるのになんで書いてないんだろうってなってそこで本を書くぞってなって。 そこから、ね、本を書くってこと、企画書を作って、ね本、原稿を書いたりして、その1年後に、えー、本を出版することになったんだけど、とにかく読書をすると、今の自分の考えであったり、思考であったり、価値観っていうのがこう入れ替わっていきます。それが、えー、入れ替わっていいものが入れ替わっていく、うん。本当に必要なものは何なんだろう。自分と価値観と合わない考えが出たときに、 なんでこの人はこう考えるんだろうって読み解いていったら、あ確かになって思うことがあれば、それを自分の中に取り入れていったらいいわけでしょ。で、本っていうのは本当すごくて、例えば、うやって2冊出してるんですけど、どちらもね、僕の人生で学んだことをすべて出し惜しみなく書いてるんですよ。40歳のなんかでやりのことを投げ出すこの仕が書いたときも、すべてですよ。すべて書いた。有料講義で紹介していくことも全部書いた。で、この前もね、あのー、緩める子育て書いたでしょ。その本ももう全部書いた。全部書いて、ほんま全部書いたよ。 ほんまに全部書いてるんですよ。僕が学んだこと、教育でね、使ったお金で2000万以上ですよ。だから留学って1000万かかるんね。1200、300万かかるんでね、留学だけでね。それだけお金も使って、まあ、40年生きてきた経験と知識とかをすべて、スキル、メソッド、全部、メソッド全部入れてる。で、おかっちの生き方とか思考とか、全部入ってるんですよ、そこに。そう。で、1500円とかやったりするわけですよ。 これだけコスパがよく学べるものってないなって思っててでもちろん YouTube でもいいよ YouTube でもいいんだけど YouTube で人生変わったって人ってあんまりいないなっていうふうに思ってて僕自身もね本で人生の分岐点を見た時に本でね変わっ人生が変わったっていうタイミングがいくつかあるんだけど YouTube で人生が変わったっていうのはないんですね。 あの本を読んで、って人生が変わった、留学するときも、スポーツライフスキルコーチっていうね、ねスポーツスポーツライフスキルっていう言葉かな、ちょっとそういう大名忘れだけど、その言葉を見て、あこれやと思って、そこから僕はスポーツライフスキルを学ぶってことを留学したわけでしょそういうことであったり、なんだろうな、毒親の本を見てね、アダルトチュードレンっていうのがあるんだということで、そこからあ生きづらさを緩めるっていうことをね、あの思いついたりはしたいわけじゃないですか。で 必ず、ね、人生の分岐点には何かしらの本があるんですよ。なのでそういう意味でもそういう分岐点であったり自分をこう成長させたり、えー、自分を生きやすくするための知識や考え方や思考をインストールするってすごく大事よね。そうしないと過去の考え方であったり過去の考え方っていうのは自分の親に植え付けられたパターンですよ。そのパターンを握りしめた状態で、 毎日を過ごしていくってことこだからそれでね、別に幸せになったら何の問題もないけども、それでちょっと苦しいであったり、あこういう行動パターン直したいなということがあるんであればね、もうあの読書の時間を作って好きな本を読む。これでいいと思います。好きな本を読む。あの、まるの本を読みなさいって言いません。とにかく、まあ、好きな本を読む。本屋さん、ぶらっと歩いてね、えー、ブックウォーキングブック。ブックウォーキングはあんまり。 いい,いい名前じゃないけど本屋さんをぶらって歩くっていうのをおかね週1回やってるんですよ30分くらいね何も考えずにぶらーって歩いていいなと思った本をペラペラめくってまた本棚を直しで最終的には何か1冊本を買って帰るみたいなことをやっててねそういうことをしながらね、えー、常に自分をアップデートしていきたいなというふうに思ってますはいえーと次は22分の17 生活必需品品と贅沢品を分ける、うん、これ最近やってることよねあのー、やっぱりシンプルに暮らすってことを考えた時にお金をねお金をどういうふうに、えー、扱うのか扱うっていうのはお金の使い方お金の貯め方お金の稼ぎ方お金の増やし方ですよねそこをちゃんと自分の中で、えー、しっかりと逃げずにね、えー見,つめあえー、見つめ直してこうやってお金を稼ぐ こうやって、えー、お金を増やしていく、こうやってお金を使っていくっていうことをね、あのー、言語化しておくことってめちゃくちゃ大事だと思うんですね。やっぱり暮らしっていうのはお金、暮らすためにお金が必要なので、そのためにお金がなかったら、やっぱり自分らしい生き方っていうのが難しくなってくるから、そういう意味で、自分にとってどれだけのお金が必要なのかっていうことを、まず、ちゃんとはっきりと出すことが大事よね。で、お価値はやっぱその最近ね、風の民さんが推奨されている、低コストライフっていうことがね、すごく今、 しっくりきていてい自分の心を喜ばせるために必要なものって何なんだろうってことですね最低限必要なことであったりものって何なんだろうってことをしっかりとあの見つめて見つめ直して自分にとって必要なものと必要じゃないものを分ける必要じゃないものは必要じゃないって言うし必要なものは必要やって言うしもちろん当たり前だけどそんな感じであのちゃんと自分本来の形に戻していくというかやっぱりこんだけ生活してたらね なんか見えとかなんかインスタ映えとかいう言葉もある通り自分が本当欲しくないんだけど手に入れるであったりなんかこれがないと恥ずかしいからこんな服買ったんだよねとかねそういうこともあるわけでしょ余計なものを背負い込んでしまったね生活とかお金の流れを見直すってことがすごく大事ですね単なる節約ではなくて等身大のそのままの自分に立ち返る作業ですよその通り知らず知らずの間に染まっていた思い込みから自分を解放する作業ですよ なんかご飯食べた後にね、アイスクリーム食べなあかんって。もうずっと食べてる。おかしい。今も食べてるんですよ。これいつか見直さなあかんなと思ってます。まだ見直してないけど。さっきも食べたけど。ね。<laughs> そのまあ、ビールはだいぶ、だいぶ飲まなくなった。もう仕事終わりにビールを飲むっていうのはもうずっとここ20年やってきたけど、今は3日に1回ぐらいですよ、ビール。 だから本当にそれは必要なんだろうかって、改めて自分に、ね、問い直したらいや、そこまで毎日飲まなくていいなという風になったんですね。そういう意味でも、生きるために必要なものが何であって、どうしたら自分の自由を犠牲にすることなくそれらを手に入れることができるのかってこと。それをちゃんと見極めることね。だってこの日本社会って、生きてるだけで最低限やらなあかんことが多いでしょ。もう普通に生活してたら移動,し移動手段も確保しなあかんし、じゃあ車買わなあかんって、おかち、ゆうがちゃん2台持ってるよ。和歌山、車ないと不便やからね。 ねえそれなりに勉強しなあかんから、なんかサブスクとか入ったり、オンラインスロー入ったり、なんだろうね、そういう情報を収集するようなツール、iPhone とか買ったりするわけでしょパソコンとか今50万とかするんですよ。ちょっと最近調子悪いから、買わなあかんっすよ、来年、50万。高いじゃないですか。<laughs> そういうことしながら身なりもね、それなりに整えなあかんし、なんだかんだ手続きしたり、契約したり、保険入ったり、人付き合いとかしてたらね、人付き合いお金かかるやん。そんなことしてたら、もう一生が終わっていくみたいな勢いでしょ そういう人生、僕は嫌なんですよ。なので、自分にとって本当に必要なものは何なのかっていうことを見極めて、自分の幸せを遠ざけるものを、えー、手放していき、自分の幸せに結びつくものを入れていくってことそうそう、ね、だからそこを、それ自分の幸せにつながらないものを、余分なものを省いていくってことがすごく大事で、あの前振りが長くなったんだけど、その方法っていうのが、これです。生活必需品と贅沢品を分けるということ。 今自分がお金を使っていることってあるわけでしょそれの中で、これは絶対に必要やなっていうものと、いや、これはぜ別にあってもなくてもいいなっていうところを、ちゃんとラベルを貼るってことです。はい。僕で言ったら、ビールっていうのは贅沢品であり、アイスっていうのも贅沢品です。<laughs> やめられてないけどね。で、贅沢品をやめろって言ってるわけじゃないですよ。贅沢品に使うお金の金額を決めておくってことなんですよ。例えば、おかっ言った贅沢品なら1万円。 1> 1万円の中やっったら贅沢品を買うって決めて毎月ねで。それを超える分は超えるんであればじゃあ諦めるであったり他の買ってたものをやめるであったりそういうことを考えていくってことで生活必需品は必要なわけでしょあの衣食住の分ある程度はね、うん、そこもさっき言ったように一石三鳥四鳥五鳥になるようなものを買うってことも含めてね 生活必需品と贅沢品を分けて贅沢品使える金額っていうのもあらかじめ上限を決めておくと、あのー、生活コス,トコストを下げれるんじゃないかなって思います実際こういうね、えー、低コストライフっていろいろな技とか技術があって以前も YouTube でも紹介したんですけども、えー、これをやってからね、えー、なんだろうおカチとユウガちゃんの,あの日用品と食費それまでね月10万円ぐらいかかってたんですよ使いすぎやな欲しいものボンボンあのカゴに入れちゃうからおカチね10万円やったんですけどねここ えー、8年ぐらい <laughs> 8年ぐらい10万円お小遣い帳じゃないわ何帳っていうあの、あのー、記録するやつあれ取ってはなかったんだけどでもと取り出したら分かったのは10万円使ってたんですよだけどその低コストライフを導入してさっき言った生活必需品と贅沢品っていうのを一つ一つ一品一品見直すことによって、えー、先月が3万1000円でしたその前は2万9000円でしたはい 10万円から3万円に抑えることができたんですよ。7万円ね、えー、お金が浮いたんですよで。浮いたからそれを自由に使っていいというわけじゃなくて、要は、ね、生活コストを下げることで、働く時間というのを減らすことができるんですよ。働く時間の働く拘束時間、ね。で、お価値は働き方をもう決めていて、朝の9時までに9割の仕事を終えるって決めてるんですよ。まあ、もう今はできてないよ。今は50%ぐらいかな。60%。 60%、70%、60 70%の間ぐらいかな、今の,その,あの達成率が。あの9割ぐらい、朝の9時までに9割の仕事を終えると。そのためには、労働時間を増やしたらあかんんですよ。増やしたらあかんんですよ。増やさないようなにするにはどうしたらいいかというと、もちろん効率よくお金を稼げる方法の、ね、仕組みを作るということはすごく大事なこと。大事なことプラス、ねえー、生活コストを下げるということ。低コストライフを実現するということ。これがすごく大事ね。 はいでその中でね、18、お金を使わない遊びを見つける。そう、お金を使って消費して、えー、遊ぶっていうこと、もちろんその中での楽しさもあるよ、ディズニーランドに行くとか、まあ、おかちはっきり言ってディズニー好きじゃないけどね、まあ、おかちは好きなんら遊園地行くとかね、なんだろうな、あのー、まあ、寿司を食べたい、これは結構あるわな、回らない寿司食べたいっていうのはあるんだけど、やっぱね、寿司屋行ったらやっぱ6万とか7万とかするわけでしょ、行ったことないけど、そんな寿司屋。 あのするんですよ、僕が行きたいなと思うとこは、一回も行ったことないよ。そういうとこで6万、7万でもうとんでもないじゃないですか。<laughs> なので、お金を使わなくても、自分の心が喜ぶような遊びを見つけるってこと。でそこで見つけたのが、お母ちゃん、動画の撮影であったり、あれでしょ、あのー、ライブ配信も一つの遊びやし、えー、もっと言えば、この YouTube もどっちかというと遊びに近いんですよ。僕はどんどんコンテンツを作りたいっていう欲、欲求がすごいんですよ。 コンテンツ、まあ記事とか動画とかコンテンツっていうんだけど、それを作るっていうのが僕の得意なことであり、才能であり、どんだけやっても疲れないんですね。そう、疲れない。なので、この得意なことであったり、好きなことっていうことを、まあ、見つけていく。お金をかけ,かけずにね。もちろん、登山、登山するって言ったら最初お金かかったよ。山登りもね。あ靴買わなあかんし。でもそれをずっと持つわけじゃないですか、その靴はね。そんな感じでお金を使わなくても、自分の心を喜ばせるのは遊びってリストにしておく。これすごくいいよね。 はい、22分の19人生の目的を明確にするどうしましょう全部大事やんど全部大事やんどうですかあなたは何のために生きてますかはいあなたの命をどこに使っていきたいですか人生の目的です僕は決まってます言いますよ僕の人生の目的ミッションは社会にはびこる緩める薬もう一回して。 社会にはびこる見えない鎖を緩めて自分の得意を生かして生きられる人を増やす、ね、社会にはびこる見えない鎖これずっと言ってる通り完璧にしなあかんとか、ね、助けを求めてはいけないとかちゃんとした親にならなければいけないとかちゃんとした子を育てないといけないとかそういうやつですよ自分の親から植え付けられたそういう人生脚本こうしなければいけないこうすべきああすべきっていうそういう間違ったルールですよ。 それを緩めること。緩めることで軽くなる。緩めた上でね、自分の才能であったり得意なこと、自分の好きなことってもう、ね、いいんですよ。そういうことを生かして社会に貢献する。であったり、そういうことを生かして毎日を暮らしていく。そういうことで生きていける人を増やしていきたい。そうなんですよ。自分という人間を生かして生きる。そういうような生き方を。 一緒に作っていきたいなっていうのがあって、まあ、僕自身がまずね、それをや,やっていきたいっていうのがあるし、そういうふうに自分の得意を生かして生きられる人を増やしていきたい。うん、そこが人生の目的だから、そのゴールに行くために、こういう YouTube やったり、毎日ボイシー撮ったり、インスタライブやったり、えー、っと生き方を作るようなね、プロジェクトとかをやっていますと。全部目的につながるような手段があるんですよ。つまり、手段が、あの目的が決まってないと、手段がわかんないんですよ、ね。よくありますよ。 えー、私のやり方合ってますかとかね、子育ての相談でね、このやり方合ってるんですかとかね、えー、どうしたらいいんですかとかね、子どものやる気を高めるにはどうしたらいいんでしょうとか、とか,とかねそういろんな質問があるんだけども、そもそも何のために子育てをしているんですかとかですよ。どんな子を育てたいんですかってことですよ。そこをね、明確にしてない状態で手段だけ集めたとしても、結局うまくいかないんですね。例えれば、例えばですよ、目的地が決まってない状態で、 えっと、私、船に乗るか飛行機に乗るか迷っているんですけど、どっちがいいですかって質問するようなもんなんですよ。その質問したら、なんて答えますあなたはいや。いや、どこに行きたいんですかって言いませんでそ,こにそこに行く道中に何を求めるのかって言いません予算はいくらですかとか、ねえーっとね、どこから出発するんですかとかね。そういう条件とか聞くわけでしょ。でそこで例えば ねえー、と大阪の USJ に行きたいんですと。今、和歌山です。予算は1500円です。となれば、南海電鉄の特急なわけじゃないですか。ね、特急だとそのあ、その人も、ねまあ、読書したいって言ってたら、その読書も特急席でね、指定席で読書できるわけじゃないですか。ね、そういうふうに、自分がどこに行きたいのか、そしてそ,のそこに何を求めるのかっていうのを明確にしないと、どんな声がけをしたらいいのかとか、どんな関わりをしたらいいのかって分かんないですよ。だから、まずは目的ファーストなんですよ。何のために生きるのか。 どんな働き方をしたいのか、どんな関係性でパートナーといたいのか、あなたはどんな家族を作っていきたいんですか、そこを言葉にする。言葉にして語ると物語になる。その物語をさらに語っていくと映像化していくんです。具体的になっていく。で人間というのは具体的なものに、えー、意識が、ねえー、向くんですね。具体的なものに。意識が向くから自分の潜在意識というか。 あの自分の力が全部そっちのね目的に向かう方向にエネルギーが投下されるから成果が出やすいし楽に前に進めるんですねそうあの言語化されててあのイメージ化されてて映像化されてるとね人間っていうのは具体的であの鮮明なものに意識がよ及ぶんですよここがどうなりたいのなのか曖昧だったら いろんな不安、目先の不安であったり、過去体験したこと。体験したことっていうのはもう脳に刻まれてるわけでしょ鮮明なわけじゃないですか。ねあのひあ、なんだろうな、車のあの、煙、シュッポシュッポ出てるとこにおかち、太ももを触って、あちって、あれ、5歳ぐらいの時に体験したんだけど、いまだに、いまだに鮮明にあの暑さっていうのは残ってるんですよ、痛さんがねそう。体験したことは強いんですよ。 で僕たち私たちはその幼少期の間にね、親子関係の中でいろんなことを体験して、寂しい思いをしないために、親に嫌われないように自分の中でこうすべき、ああすべきっていうのを作ってしまったんですね。それが人生脚本としても、もう鮮明に作られてるんですよ。だから、そうどんなふうに生きたいのかっていう目的を明らかにしないと、その、もう過去体験した、その人生脚本通りの生き方をしちゃうんですね。あの時はあんな辛かったからやめておいた方がいいんじゃないかなとかね。 そんなことやったら嫌われるよってね本当に思ったこと言ったらいけないよみたいな感じでねなので人生の目的,を目的を言語化してえ、えー、物語化して映像化するこれはすごく大事なことですこれを生き方プロジェクトとかライフスキルコーチ認定講座でやってますはいえー、生き方を整えるシンプルな習慣22分の20 3ヶ月に1回人生を見直す、うん、これおかちね、ゆうがちゃんといつもやってるんですけども、うん、3ヶ月に1回ね、まあ、これからの3ヶ月はどういう風に過ごしたいのかって決めるんですよ。ねまあ、おかちの場合であったら、この10月から12月はインスタライブ150人にする、だったり、100万再生のコンテンツを、えー、5つ作る、だったり、生き方プロジェクトの2ヶ月版の ホームページを作る。だったり、ライフスキルコーチ認定講座の講座生との関係を構築するってこと、これ4つの目標を立ててるんだけど、これをあの9月の末に立てて、10月、12月、今過ごしてるんですね。で、これが終わる頃いわゆる12月の末に、また優雅ちゃんとね、振り返るんですよ。この目標ど、どんだけできたかなって振り返って、じゃあ次の1月、3月、どうしていくのかっていうのを優雅ちゃんと、優雅ちゃんとおかちの妻ね、妻さんと一緒にそれを話し合う。 ででまた次のの3月の末にやるるっててこ,これを繰り返してるんですねあのー、やっぱりね忘れちゃうんですよ人間っていうのは簡単に決めたことを <laughs> ねまあ最初の1週間はやるけど何決めたかわからんようになってそのままやらずに終わってしまうっていうことも結構あるわけでしょまあおか値はあったんですよあったんで結局1年に1回だけそういう風に生き方を見つめ直すってことをやってもやっぱ続かないですね なので3ヶ月っていうペースがおかっはものすごくよくて13467910123ヶ月ごとに僕は人生をこう見つめ直していますその中でどういうふうに行きたいのかさっき言った人生の目的を見つめ直したりこの3ヶ月の具体的な目標を決めたりね、えー、普段話せないことを優雅ちゃんと話したりしていますはい、えー、22分の21 自分が何者であるるかを映像化する、うん、これも19に近いんだけどやっぱりね自分が何者かによってどこで生きるのか何をするのかが変わってくるんですよね、うん、もしあなたが魚やったら、ね、海で生きて泳ぐ練習をしたらいいわけでしょもしあなたがウサギやったら、ね、陸で生きて走る練習をしたらいいわけでもしあなたが鳥やったら空で生きて飛ぶ練習をしたらいい 魚なのに、魚なのにね、飛ぶ練習をしなくてもいいし、走る練習をしなくてもいいんですよ。そもそも走れないでしょ、魚は。ね。そういうことなんですよ。自分が何者かによって、どこで生きるのかっていうのと、今何をするのか変わっていくんですよ。じゃああなたは何者ですかってことですよ。そう。自分が何者か、僕はスターですよ。自ら輝く人ですよ。自分の 欲求、やりたいことを満たす、やりたいことに正直に生きることで欲求を叶えていく、満たしていくとエネルギーがブワッて燃えるんですよ。燃える、つまり輝くんですね。輝くことで周りの人にも輝かせる。自ら輝けば世界は輝く。そういう風に自ら輝く人なんですよ、僕は。そのために自分がやりたいことを見つけて、それを実現していく方法を考えて行動し、行動の中でそれを、えー、達成していくっていう生き方。これが僕なんですよ。これが僕なんですね。じゃあ、あなたは何者ですかってこと。 そう自分が何者であるかこれを見つけていくこういうワークショップもやってますまたねちょっと今度そういうことを話していきたいと思いますあのインスタグラムのね、えー、オンラインサロンとかやってましてそこでね週1回少人数の限定ライブやってるんですよそこでね自分の得意を見つける、えー得意をつえー、自分の得意を生かして生きるための技術であったり、えー、親に植え付けられた人生脚本をどうやって書き換えるのか 子供に対するイライラをどうコントロールするのかって、その実際の子育てであった生き方に使えるライフスキルをね、そこでね、ワークショップとかセミナー形式でね、お伝えしてるんですよ。なので、生き方プロジェクトとかね、えー、ライフスキルコーチ認定講座となるとね、60日とか180日とかね、まあ、長期間になってきます。それだけコミットしないといけないので、もちろん予算もね、えー、それなりにかかってきます、えー。インスタグラムのオンラインサロンは600円。 月額600円で出入り自由なので、あのー、インスタグラムの、ね、トップページのプロフィールおかちのプロフィールのところにサブスクリプション登録ってあるからそちらから見てください、まあ、この自分が何者であるかっていうこともね、えー、そのうちやりたいと思いますこれも、ね、自分が何者であるかが分かるとすっきりするんですよ僕は自ら輝く人として自ら輝く人としてね、えー、泣けるぐらい本気で熱くなれる人生を送りたいんですよ僕は自分の人生に泣きたいんですよ 自分が心からやりたいものを見つけて本気になってそれを夢中になって取り組むことで自分の人生に感動したいんですよこれが僕が生きる世界ですあなたは何者としてどこで行きますか僕は自ら輝く人として泣けるくらい本気で熱くなる人生を過ごしたいはい最後になりました生き方を整えるシンプルな習慣22分の22うん本当にやりたいことに時間を使う これ大事よねいやー大事だねまあこれは例えれば何だろうね、えー、大きなコップをイメージしてください大きなコップね大きなコップにね一番最初に何を入れるかなんですよ一番最初に入れるのは自分が本当にやりたいことなんですねここなんですよ自分が本当にやりたいことを一番最初に入れるんですねそうではなくてやっぱり僕たち私たちっていうのは なんかやらないと困ることであったり自分がやれそうなことであったりなんとなく役に立ちそうなことであったりやるべきことを先にコップに入れてしまうんですね、まあ、コップの中に砂砂とかを入れてしまう砂を想像してくださいそやるべきこととかやれそうなこととかなんか役に立ちそうなことであってそういうことを砂をわーっていっぱい入れて一番最後にやりたいことを入れるんですよ 本当にやりたいことでもね、本当にやりたいことを入れるときにもうね、器の隙間がなくなってることがあるんですね。ってなったら、本当にやりたいことをできずに、やれそうなことを選択して生きる人生であったり、なんとなく役に立ちそうなことを取り組んでいく人生で心が燃えないって、褒められても喜べないっていう人生になったりするんですよ。で、これ、一番大事なこととして言えるのは、自分の心の器、心の器というか、自分の命。 人生の器があった時に一番本当にやりたいことを一番最初に入れるんですよはいそこからそれで余ったスペースにやれそうなこととかやらなきゃいけないことっていうのを入れていくんですねそういう生き方を僕は作っていきたいしそれが心から笑える人生だなって僕は思うんですね僕は思うんですねはいでもそれをやっていくためにはやっぱり仕事どうすんねとか ね、お金稼がなあかんやんとかね。お金稼がなあかんし生活費どうすんねんとか。あるわけでしょ仕事しなあかんやんとかあるわけでしょじゃあその仕事を仕事をね。自分の得意なことを生かした仕事はどうだろうと。ね苦手なことを直すんじゃなくて。自分の得意なこと、才能天才性と、スキル、知識を組み合わせて、掛け算して、そういう働き方をすれば、楽にできるんですよ。苦手なことやるか、らストレスたまるんですよ。得意なことやったら楽にできるんですよ。ストレスたまらないんですよ。 どれだけやっても疲れないですよ。これ YouTube をもうすぐ1時間、もう1時間超えてると思います。全然疲れへん。いや、ちょっとしんどい。正直、ちょっとしんどいよ。<laughs> 1時間話すとね。ちょっとしんどいけど、あのー、そういうことですよ。自分の得意なことを仕事にする。得意なことを生かして生きる。で、その得意なことって何なのかというと、自分が自然にできることです。努力せんでも生まれつきできることです、ね。気質とも言いますね。才能とも言います。 でおかちで言えば、あるがままの自分を表現するってことだったり、問題を解決する仕組みを作るっていうことだったりね。えー、あとは、言葉にならない言葉を言語化するっていう、相手のね、そういうことであったりね。相手の、共感するっていうのは難しいよ。共感力はないよ。だけど、相手が何を思ってるかを言語化してあげるってことができる。 その言語化してあげると、あ分かってくれたんだって言われその共感する子っていう直接的な行為はできなんでも、それが共感してくれたっていう実感を生むんですね。共感力はないけど、言語化するスキルで共感力をあ補っているというイメージですね。そういう得意なこと,とを活かせるような知識を身につけたり、スキルをつ,つけていくということなんですよ。例えば、お勝ちは、えー、なだろうな、問題を解決する仕組みをつくのが好きだから、それに、それプラス、 えー、なんだろうお金を稼げる方法を学んだり、えー、シンプルに暮らす方法を学んで,でそ,れをそれを組み合わせて生き方を コーチングどうやって自分の得意なことで生かし得意なことを生かして自分の才能を生かして自分そのものを生かして働く自分のそのものを生かしてお金を稼ぐその方法っていうのを、えー、実際話を聞きながらどこでつまずいてるのかってことをしっかりその根本的な原因を読み解いてじゃあそれを解決するためにはこういう仕組みはどうでしょうって提案してるんですねそう自分の得意なことを生かして生きる本当にやりたいことに時間を使う 本当にやりたいこと,と得意なことここはね、ちょっと違うケースもあるけれども、仕事をする上ではね、もう本当にやりたいことを仕事にできたらいいんだけど、これ結構難易度高いんですよ。難易度高いから、得意なことやったら、結構自分の好きなことにもつながってくるわけでしょ。楽にできるから。なので、僕はお金を稼ぐっていう上では、やりたい本当にやりたいことを仕事にできたらいいんだけれども、もしそれが難しいんあれば、自分の得意なことを生かして働くっていう生き方でも、そっちの方がシンプルなんじゃないかなって。 で労働時間、得意なことだからスッと終わるんですよ。スッと稼げるんですよ。得意だから。スッと稼げるから。で労働時間を短くして、余暇の時間を増やす。その時間で自分が本当にやりたいことをやったらいいんじゃないかなっていう考えはあります。し できるんであれば、本当にやりたいことと得意なことが重なるところ、プラス、あのー、お客さんが求めてるところ、その重なるところを見つけて、そこでビジネスをしていくってことも、ね、できなくはないけど、できなくはないけれども、なかなか難しいこと。お価値もそれをね、ずっとトレイトライしてるけど、この YouTube もね、収益化しようって頑張ってるけど、まあ、せいぜい、あのー、なんだろうな、<laughs> あの、収益どれぐらいってあんま言ったらあかんねんけど、まあ、そんなないっすよ。そんなないっすよ。 あのー、3枚ぐらいですよ、千円札がね。そういうことなんですよ。ね、こんだけ1時間の動画撮ってたとしてもね。はい、そういうことなんですよ。まあ、でだけど、まああのー、そうやって、そういうのも、もしかしたらいつかそれで収益が得られるかもしれないん、ね、で、稼げるようになるかもしれないん、ね、で、まあ、やってるし、もうそもそも稼げなくてもこれはやるんですね。こういう YouTube はね。はい、ということでございます。今日はね。 生き方を整えるシンプルな習慣22というテーマでお届けしました生き方を整えると日常がスペシャルになるんですね毎日が楽しくなって心地よくなって自然体で過ごせる なので、ストレスなく心が安定し、こ親の心が安定すると子どもの心も安定するし、親子関係が良くなり、子どもの自己肯定感も育まれていき、子どもは家の外でどんどんいろんなことに挑戦し、生きる力、非認知能力を高め、そして社会で自立するための力を身につけることができるということですよね。そのためにも親が心から笑える、そして自然体で暮らせるような生き方を作っていくことが大事だということでね、えー、ぺちゃくちゃ話してきました。何かかね、一つかつ二でも参考になることが 幸いですであなたが、ね、実践しているテーマがあれば、テーマというかあの習慣があればね、えー、私こんなことやって、なんか楽しくなったよとか豊かになったよというのがあればね、ちょっとコメント欄でシェアしていただけたら嬉しいです。であのー、少しでもなんか参考になったなとか、共感できるポイントがあれば、いいねボタンを押してくださいあの。めちゃくちゃ励みになります。次の動画を作るエネルギーになりますので、ぜひ高評価ボタンをポチッと押していただけたら嬉しいです。 はいえー、この番組では親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています明日も聞いてもいいかなと思っていただいた方は、えー、チャンネル登録ボタンをポチッと押していただいたら嬉しいですあとね実際にこの「親も子も楽になる緩める子育て、えー」っていう本があるんですよ本を発売してそれはまさにね自分の親から植え付けられたこうしなければいけないという思い込みであったりイライラを緩めるための本です なので、えー、子供のとの時間を楽しみたいとか、自分らしい子育てを見つけていきたいという方はね、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。で公式 LINE の案内もね、概要欄にあるんで、そちらもチェックしてください。でこのゆるめる子育てラジオはね、えー、ゆるめる子育てラジオという再生リストも作って、もうすでに20本ぐらいあるから、20時間ぐらいあるんですよ。なので、そちらをね、かけ流ししながらね、えー、なんだろうな、家事をするとか、通勤をするとか、ゆるくね、あの生活のお供にしていただけたら、僕は嬉しいです。 はい。ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star。自ら輝けば、世界はキラキラと輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。かなりラジオっぽかったんちゃううん、あの、台本ないからね。<laughs> よかったんかな。どうやったんやろ。頑張ったよ。